聖海寺は、福井県堺市にある新言州地山派の寺院。三号は、金剛宝山。本尊は、薬師如来。聖海寺1356年、立州の寺院として、宿浦市の谷に開かれたのに始まると伝えられ、当初は三号を、市の谷山と申した。その後、1381年今の地に移され、新言州に改修した。 江戸時代に入り1683年に三号が、現在の金号宝山と改められた。現在の三国神社の前身となる、三皇宮が a 六7年、桜谷の地に建立された。その後、明治の廃仏毀釈まで三国神社を守護してきた、聖解寺は、法歴10年頃、三皇社境内の拡張工事を、聖解寺門前宗によって行った。当時の正解寺、 第30世住職費山商人は集められた門前衆のために土付き、籠書きのため7775条のジン様温度化を創設し、これが後に三国説となったと伝えられている。三国武士の歌詞は現在110菓子が残されていると、一般社団法人三国会所のウェブサイトなどにも紹介されている。 江戸後期、嘉永7年の、今後宝山年中行事表彰集によると、4月猿の日の前日、聖海寺の陰下が腰に乗り、総勢18人で山農宮に出かけ、宇治子安全のため神前で度胸、ごま修行を行った。また、祭礼当日、聖海寺門前の石橋向かいの正面まで御腰の塗御があり、陰岸薬草の内和人が、御腰の前で度胸した。 現在では、祭礼当日早朝に三国神社を出発した大御子氏が夕方頃寺門前に渡御し、住職大院大が御子前で崩落するなら足となっており、当時の聖会寺と三国神社との緊密な関係性を表している行事である。ありがとうございます。